鈴木の和は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、外務大臣政務官、自民党山形県連会長を務めた、東京都出身、海政高等学校、東京大学法学部卒業、海政高校在学中はテニス部に所属、2005年農林水産省入省、農水省では品目横断的経営安定対策に携わる。 2007年、内閣官房に設置されていた、美しい国づくり推進室へ出向消費、安全局表示、企画課法令係長を経て、消費、安全局総務課総括係長を最後に、2012年に農林水産省を退官し、父の出身地、南陽市のある山形県に移り住む。自由民主党山形県連の候補者候補に合格し、同年3月から、 何用紙で政治活動を開始する。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で山形2区から出馬。TPP 交渉参加反対を公約に掲げ、TPP 交渉参加に県内で唯一賛成の立場で衆院選に臨んだ民主党前職の近藤洋介を破り、初当選した。2013年3月15日。 安倍晋三首相が記者会見し TPP 交渉への参加を正式に表明した。これにより2014年の第47回衆議院議員総選挙では TPP 反対を掲げて当選した鈴木は苦しい選挙戦を強いられ民主党から立候補した近藤洋介に約7000秒差まで詰め寄られるも山形2区で再選。2016年1月。 平成研究会に入会。同年11月10日の衆議院本会議で行われた TPP 承認案、関連法案の採決では、退席して投票を棄権し、賛成方針の討議拘束に造反した。鈴木の造反に対し、2回、都市広事長は鈴木に対する処分は行わないとした上で、処分に値しない。処分とは、 よほど立派な議員にすることだと述べ、不快感を示した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、民進党の事実上の回答により希望の党から立候補した近藤に比例復活すら許さず、山形2区で参戦。2018年10月の第4次安倍内閣改造内閣の大臣政務官人事において、 外務大臣政務官に任命された。2021年2月3日に自民党内で発足した人権外交プロジェクトチームの座長に就任。ありがとうございます。